新感覚レディオしゃべりまーナイト。このコーナーは民芸堀川居酒屋なごみ丸吉坂田資材株式会社高松の提供でお送りします。散歩よし。じゃあみんなで、ね、今ね、音がちょっと聞かないもんね。今からシャッピーバー音とか流れる。みんなでこれこれやろうかね。丸吉坂田資材はその精神をモットーに歩み続けます。さあさあ今宵はですね1時間早い放送なのじゃあねキッズたちも一緒にお母さんたちも一緒に揺れてくださいな。ごめんなさいいいですね。新感覚レディオしゃべり場ナイト。このコーナーはラジオネットイベントをリンクさせた新しくて親しみのあるまさに新感覚新時代のレディオプログラムです。毎週水曜日アプロンスタジオからライブオンエアの素敵なプレゼントも当たっちゃいますよ。そしてお相手は私マッチョさんこと松千代です。どうぞよろしくお願いします。さあ今宵はね1時間早くてもスタジオの中すごい状態で、あもう外にカメラマンさんが来ています。イエーイねえ今宵のねゲストはねしゃべり場キッズレポーターです。みんなこんばんは。はいこんばんは。こんばんは。はいちょっとマイク回してこんばんはね。こんばんは、ね、じゃあママさんたちがマイク持っててねマイクね。はい、さあ実はですねこのね夏休みねずっとですねあの子供たちがねこの3週間にわたってこのしゃべり場ナイトの様子をですねレポートしてくれましてですねそのレポートをなんと今夜ね学校でなくてこのラジオで発表しようじゃなくてまさに新たくみいい ね新感覚新時代のね、レディオのね、ラジオの、番組となっております。さあさあじゃあね改めましてねキッズレパートのみんなこんばんは。こんばんは。はいこんばんは。こんばんは。ねはいじゃあねじゃあ一人一人今日はですねそのレポートお名前とそれと今日はみんな小学校のね何年生かっていうのをねどこの小学校かそれを教えてですね、はい、みんなね、発表してもらいたいと思います。じゃあまず一人目は翼くんです。イエーイ。はいお願いします。元城小の1年1組の山本翼です。翼くんよろしくお願いします。じゃあレポート発表してください。8月14日へ FM ハローのアップオンスタジオに行きました。僕の大好きな森一真くんの放送があり、キッズレポーターをしてきました。スタジオには、カズマくんと綺麗なお姉さん綺麗なお姉さんいたねめぐみさんが行きました、カズマくんはとってもかっこよくておしゃべりも上手でした。はいねスマサくんも上手にレポートありがとう。はいそして続きましてはねじゅんくんです。拍手。じゃあじゅんくんお名前とね小学校名言ってください。はいはい双葉小学校1年島田純也。僕は夏休みにしゃべり場ナイトの七夕祭りで太田をたくさん歌いました。バーベキューで遊びをやりました。そしてしゃべり場スタジオ見学して楽しかったです、ありがとう元気に言います。そうじゅんくんはイベントに参加してお歌までもね歌ってくれたんでありがとうね。さあそしてもう一人ですね、たくみくん獣医さん。実はねたくみくんはねあの体にちょっとハンディキャップ持ってる方もんですかね代わりにお母さんがね言ってくれるそうです。お願いします。はじめまして、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今回キッズレポーターをやることになった静岡県浜名特別支援学校に通う松並たくみ11歳小学校5年生です。息子は生まれつき心臓病で障害を持っています。まだ言葉がうまく喋れないので息子に代わって母親の私がレポーターを読みますね。はいお願いします。この間のしゃべり場ナイトで初めてスタジオ内に親子で入っちゃいました。パーソナリティの森一真くんとめぐみさんと一緒に親子でとても緊張しました、また嬉しかったです、しゃべり場のスタジオに来ると、松千代さんのトークや、ゲストの方々のトークを聞いて、とても楽しいです、
毎週何が起こるかわからないとっても楽しいしゃべり場ナイトにこれからもファミリーで参加して応援しています。 ありがとうございます。拍手。嬉しいね。さてみんなでねこうファミリーで来てくる。そしてねもう一人ねレポートが届きましたね。春野町のねひーちゃん小学校5年生。みんな見えるかな、スタジオ前のみんなもすごい綺麗に丁寧にねやってあります。実はね8月の7日のね、ブームボックスの店長のかおりちゃんが来たのをレポートしてくれました。もうたくさん書いてくれた。特にね実はかおりちゃん本人に、インタビューしてそれが書いてあるんですよね。ブームボックスの店長をやってるかおりさん、ブームボックスでは万年筆とオリジナルインクを売っています。売っている万年筆なんですけどね、普通の万年筆はとっても高いけれども、ブームボックスさんではなんと1000円の万年筆が置いてあります。万年筆は高いのだとうん十万円もするそうなんですよね。しかも高いのだと金色をしたね、見たことありますかみんな、金色のねありまして金色の万年筆は錆びにくいだそうなんですよね。そしてずっと使える、そして掛け味がとっても滑らかだということなんですよね。そしてねドイツでは小学生が万年筆を使って勉強してるそうです。こういうのまでちゃんとね取材してね書いてくれました。ありがとうひーちゃん。もうね5年生のお姉ちゃんになると本当に丁寧にね立派に書いてくれました。実はね今日これみんな書いてくれたのはこの後アッポンスタジオで飾られます。すごいね。そしてみんなの小学校やでもねぜひとも飾ってもらって、あぜひともしゃべりまないと FMR を宣伝していただきたいと思います。いやね大人ってさあそんなね子供たちキッズたちにね質問も来てるよ。ね浜松市のまみまみちゃんから、しゃべりばキッズのみんなこんばんは、こんばんはね、こんばんは、こんばんは、こんばんは、ねえ、はい、じゃあねみんなに質問です。みんなの将来の夢は何かなって。何翼くん将来の夢。カズマくんと一緒に歌ったり踊ったりです。すごいな。そしてじゅんくんはカズマくんと和真くんと何知る？歌う？歌う。歌うんだ。そう。ジュン君もね、歌うまいからね、もうそのまま歌手になれるかもね。じゃあたくみくんの方にね回してください。じゃあたくみくんは何かな？うん。僕も一緒ですって。ね。なんだろ？僕も歌手になりたい、ね。歌手になりたい。じゃあみんな歌手志望なんだ。すごいね。ね、実はねこのアッポンスタジオのチャベレバナイトのこの席っていうのは本当にスターの席であって、今みんな座ってるところはね将来ねみんなねあないいですよそれまでね、うん、将来は本当に歌手としてここにねまたね登場してくれるかもしれません。実はねマッチョさんがこのお仕事、しゃべりラジオのパーソナリティに憧れたのは5歳の時でした。まだ幼稚園の時ね。そしてね歌手にもなりたいなと思って、それは本当に時間はかかったんだけれども、何十年かかってもねその夢をずっと追い続けてね、そうすると必ず夢は叶うことができますのでね、せっかく喋ればキッズもねここでねこういうねスタジオに入ることができましたので、また将来歌手になってここに来てくれる人手を挙げて、はい、はい、いいお返事で。じゃあこれからもね喋ればキッズを応援していただきたいと思います。どうもありがとうございました。拍手。まあさあ、にぎやかなしゃべればキッズの後ですね、今度は大人の雰囲気で、この方の登場です。居酒屋なぐみの大将です。こんばんは。いかがでした、キッズレポーター。すごいですね。すごいね、みんなね。すごいハキハキしてるのね。将来みんな歌手だって。ぜひともなぐみさん、またスポンサーの方お願いしますね。はい、頑張ります。さあ、なぐみさんといえばね、有楽園の七夕祭り、このね、ごちそうさまでした。美味しい料理もね、振る舞っていただきましてですね。そして、大将なんですけど、本当にね、まあ、そのお店だけじゃなくていろんなイベントもですね、はい、こう出展されてるんですけど、なんかまた、はい、秋に面白いイベントがあるみたいですね。そうですね、はい、まず2回10月にありまして、はい、10月の5日6日に、はい、梶町通りで、はいはい、そうですね、街中の、15店舗ぐらいの居酒屋さん、お店たちと、あと、まあ、世界のお料理とかっていうののイベントで、屋台出店してます。なるほどね。前回も、はい、
まあ、皆さんたくさん来ていただいたんですけど、10月の26、27で、また浜松城公園で家康楽市の秋の陣として、また出店させていただきますので、ひょっとしたら噂の和みコロッケが出ますか。またコロッケと、あとまあ新しい料理をですね、またあのちょっと今考えて、またそれね、またワイワイラジオやらせていただきたいと思いますので、どうですか今回もあのしゃべればないと聞いたよってサービスとか。あ、もちろんもちろん。おお、すごいな。はい、ね、ぜひともね、またね、ワイワイね、詳しい情報はね、はい、それね、またフェイスブックの方で、ね、そうですね、はい、発表したいと思います。